どうもこんにちは、ユニバープラスの天野です。はい、ということでちょっと黙ってもらって、今回の動画なんですけれども、まあ、タイトルにもある通り人と比べて落ち込んでいる君へということでお話をしていきたいなっていうふうに思うんですけれども、まあ、自分自身もまあ中学高校の時結構人と比べて落ち込んだりっていうのがあったんですよね。で実際、まあ、塾の先生として、まあ、実際塾でこう指導している中でもこう生徒がすごい落ち込んでたりするんですね。テストの結果返ってきて落ち込んでると。でただテストの点数悪くて落ち込んでるんじゃなくて、やっぱりその友達と比べて自分はできなかったとか、あの子より自分は一生懸命塾で勉強して頑張ったのにできなかったとか、あとは兄弟と比べて自分は頭が悪いとか、まあ、そういうふうに人と比べることで落ち込んじゃってるっていう人が結構いるっていうことにすごい気づいたというか、まあ、感じるようになったんですよね。でこの人と比べるっていうのはすごいもったいないというか、絶対やらない方が、まあ、それでモチベーション上がる人はいいと思うんですね。人と比べてこうライバルがいて、それでこうお互い高め合っていく、それが前向きになれるんだったらいいと思うんですけど、人と比べることでネガティブになっちゃうとか落ち込んじゃうっていうんだったら、なんとかそれを変えていった方がいいと思うんですね。人と比べないで何かこう自分のモチベーションになることっていうのを考えていった方がいいと思うんですね。じゃあそのために人と比べないようにするためにどうしたらいいのかっていうと、まず自分を常に見るようにする。自分の過去と比べて今どうなってるかと。過去自分は50点だった、英語50点で苦手だった、でもこれが今回60点になったよとか、50点から70点になったよとか、そういうふうに自分の過去と常に比べるっていうのを意識してほしいと思うんだよね。でもちろんその中で人と比べる、どうしても順位が発表されたりとか平均と比べてどうだっていうところって絶対出てくるとは思うんですけど、でもそこは後でいいから、まずは自分と比べるっていうのを常に意識してほしいんですね。で絶対自分と比べるっていう癖をつけると絶対に成長してるところってあると思うんでね。どんな人もやっぱ年重ねれば絶対成長するんで、勉強するとかね、一生懸命何かやってる限りは成長していくんで、なのでそういうところを見てあげる、自分で見てあげるっていうのを癖つけていってほしいなっていうふうに思います。なのでちょっとね、これ心がけるってすごい大変だと思うけど、本当に小さいことでいいので、あ、前より計算スムーズにできるようになったなとか、英単語結構覚える量増えてきたなとか、勉強集中できるようになったなとか、だからそんな風にちっちゃなことでもいいので見てあげる、自分が成長しているところどこかなっていうのを見る癖をつけて、で人と比べるのはもうあと、ね、その人と、ね、一生同じように生きていくわけじゃないんで、行く高校も違えば行く大学も違うし、ね、就職する先も違うし、で生きてきた人生、生まれた環境も全部違うんで、人と比べて落ち込むっていうのはやってもしょうがないんでね、人と違うと、もうそもそもが違うからね。なので、自分と常にこう見てあげて、自分の自己ベストっていうのを常に目指してやっていくと、そんなところを意識して勉強ユニバープラスやっていってほしいと思います。はい、ということで今日の授業こんな感じでいいですか。はい、今回は終わります。お疲れ様でした。